新型コロナウイルスの感染が相次ぎ、横浜港に停泊中のクルーズ船では、乗客・乗員の船内待機が続いています。乗客からは薬の不足を訴える声も上がっています。横浜港から高澤記者に中継で伝えてもらいます。はい、ダイヤモンドプリンセスでは今朝も午前8時前から医療関係者が船内に物資を運び込んでいて、乗客は不安そうにその様子を見つめていました。また新たに薬と書かれた布がバルコニーには掲げられていまして、一部の乗客に供給が追いついていないことが伺われます。大型客船ダイヤモンドプリンセスでは乗客乗員70人の新型コロナウイルスへの感染が明らかになっていて、現在も3600人余りが船内にとどまっています。今朝も船内への物資の搬送が行われたほか、検疫官とみられる人の出入りもありました。乗客からは持病の薬が届かないといった声があり、加藤厚労大臣は会見で逐次対応すると話しています。昨日段階では当初予定の半分程度しか残念ながらお渡しできてないんで、その方の分についても逐次ですね、我々として調達をし、船の中に持ち込んで、そして配布をする。一方、ダイヤモンドプリンセスの運航会社は、乗客全員にツアー代金の全額を払い戻すと発表しました。クルーズ前後の宿泊代などのほか、船内待機での費用も含めて無償にするということです。